ニコライ・ニコライビィチ・チェレブニンは、ロシアの作曲家、ピアニスト、教授、サンクトペテルブルク出身。法律家を志したが断念し、サンクトペテルブルク音楽院にて、ニコライ・リムスキー・コルサコフに指示。その後、同音楽院の指揮科の教授に就任し、自らも、提出マリーンスキー劇場の指揮台に立った。1909年から1914年にかけて、 セルゲーディア・ギレフのロシアバレエ団に指揮者として参加し、最初のパリ公演でも指揮者を務めている。1918年にロシア革命を避けてグルジアに渡り、トビリシュ音楽院の院長に就任。だが、赤軍のグルジア侵攻に伴い1921年にイスタンブール経由でパリに亡命し、フランスで寄生を送った。1945年にパリで死去し、 郊外のサントジュヌビエーヴイコールデイコールボアのサントジュヌビエーヴイコールデイコールボアロシア人墓地に息子のアレクサンドルと共に埋葬されている。ニコライ・チェレプニンはフランス印象主義音楽の影響を受けた最初のロシア人作曲家と言われており古典的で明晰な構成と軽妙者脱な響きを好む傾向が認められる。ロシア人作曲家には珍しく、 息の長い旋律を持続させ、深刻な劇的表現を発展させるということは、増えてであったらしい。母校のサンクトペテルブルク音楽院では、ニコライソコロフや、マクシミリアンシテーエンベルクらと共に、学級肌の教師として名高く、相弟子の一人に、セルゲイ・プロコフィエフがいる。プロコフィエフはしばしばチェレプニン邸を訪れ、アレクサンドル・チェレプニン少年に深い影響を及ぼした。 ありがとうございます。